ブルーム軍はアメリカ合衆国ニューヨーク州の南部中央に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は20万600人であり、2000年の20万536人からほぼ横ばいだった。軍庁所在地はビンガムトン市であり、同軍で人口最大の都市でもある。名はブルームが設立された1806年に、 ニューヨーク州副知事を務めていたジョン・ブルームにちなんで名付けられた。軍内にはニューヨーク州立大学システムの中でも主要な4大学の一つであるビンガムトン大学がある。ブルーム軍はビンガムトン大都市圏に属している。1683年にニューヨーク植民地で軍が作られた時、現在のブルーム軍地域はオールバニー軍に属していた。 これは巨大な軍であり、ニューヨーク州北部とバーモント州のすべてを含んでおり、さらに理論的には西の太平洋岸まで広がっていた。1766年7月3日にカンバーランド軍を分離し、1770年3月16日にグロスター軍を分離したが、どちらも現在はバーモント州に含まれている。1772年3月12日、 オールバニー軍の残りが三つに分割され、一つはオールバニー軍の名前で残った。一つは西部に作られたトライアン軍だった。トライアン軍の東部境界は、現在のスケネクタディ市の西約5マイルにあり、アディロンダック山地の西側とデラウェア川西支流より、西の領域を含んでいた。トライオン軍に指定された地域には、現在のニューヨーク州37軍が入っている。 ニューヨーク植民地総督のウィリアム・トライアンにちなんで名付けられた。1776年に先立つ年にトライアン軍のロイヤリストは大半がカナダに逃亡した。オノンダ家族はアメリカ人開拓者による侵略を止めることを期待してイギリスと同盟した色濃い連邦4部族の一つだった。戦後、ニューヨーク州内にあった領土の大半を譲渡させられた。オノンダが族の多くは ジョセフ・ブラントや他の部族と共にカナダに移動し保証のための土地を与えられグランド川ファーストネーションの6部族を結成した。1789年モンゴメリー軍からオンタリオ軍が分離した。この時のオンタリオ軍は現在の領域よりもかなり広かった。現在のアリゲイニー軍、カタラウガス軍、シャトークア軍、エリー軍、ジェネシー軍、モンロー軍、 ナイアガラ軍、オーリンズ軍、スチューベン軍、ワイオミング軍、イエーツ軍の全体と、スカイラー軍、ウェイン軍の一部が含まれていた。1791年、モンゴメリー軍から、タイオガ軍が、ハーキマー軍や、オチゴ軍と共に分離した。当時のタイオガ軍は、現在のブルーム軍とシェマング軍及び、シェナンゴ軍とスカイラー軍の一部を含んでいた。百八十九年、 タイオガ軍からシェマング軍が分離された。シェマング軍の領域にはスカイラー軍も含まれていた。また、タイオガ軍の一部とハーキマー軍の一部を合わせてシェナンゴ軍が作られた。1806年、ブルーム軍がタイオガ軍から分離して設立された。ブルーム軍はニューヨーク州南部中央にあり、ペンシルベニア宗教に接している。州内で、 サザンティアと呼ばれる地域に入っている。シェナンゴ川とサスケ花川が合流し、軍内を流れている。軍の西半分は、丘陵が多いが、ビンガムトンとその郊外部を治める広いバレーがある。北部では、週刊高速道路81号線が、氷河に侵食された、別のバレーを通っている。その東の地形は、岩勝ちであり、キャッツキル山地に向かって、標高を上げている。 軍内最高地点は、サンフォードの町にある無名給料の頂上であり、スローソンと呼ばれる全米測地局のベンチマークがある。標高は2087フィートである。その東、デラウェア軍との軍境にあるオクアガクリーク州立公園も同じ東高線にある。最低地点は、ペンシルベニア宗教のサスケ花川沿いで、標高864フィートである。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は715平方マイルであり、このうち陸地707平方マイル、水域は9平方マイルで、水域率は1.21%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ブルーム軍政府の事務所は、ビンガムトン中心外法リー通り60にある。 ガバメントプラザのエドウィン・エル・クローフォード軍事務所ビルに入っている、ブルーム軍の自治体、ありがとうございます。